道人身事故ニュース速報です。2021年10月15日9時18分ごろ、山陽本線の横川駅から西広島駅で人身事故が発生した模様です。山陽本線での人身事故は今年16件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。